1966年5月20日の日食は、1966年5月20日に観測された日食である。ギニア、マリ、アルジェリア、リビア、ギリシャ、トルコ、ソ連、中国で近間日食が観測され、ユーラシア大陸のほとんど、赤道以北のアフリカ及び周辺の一部で部分日食が観測された。 金幹帯が通過した金幹日食が見えた地域はギニア、マリ共和国、アルジェリア南東部、リビア北西部、ギリシャ南東部、トルコ北西部、ソ連南部、中国北部の新疆ウイグル自治区から河南省林県と山西省の隣接地域までの範囲だった。金幹食の最大はギリシャのレスボス島北東部のルトロポリ温泉にあった。また、 金管日食が見えなくても部分日食が見えた地域はデンマーク領グリーンランド東部、カナダのニューファンドランド島南東端の小さい部分、ブラジル北東端、ヨーロッパの全部、アフリカ中北部、アジアのほとんどだった。この金管日食の時、月の本影のシャドウコーンの先端が地球表面に非常に近いため、基本影が地球上で通過した金管帯は、 幅が非常に狭く、金管食の持続時間は非常に短く、食分が1に非常に近くて日食による太陽のリングは非常に細かった。最大食分はギリシャのレスボス島で0.9991であり、現地の基本影の幅はわずか3.1キロで、金管食の持続時間はわずか4.6秒だった。基本影の幅が一番広く、 金管色の持続時間が一番長い、基本、影が一番先に地球と接触した大西洋中部でも、基本影の幅は69キロしかなく、金管色の持続時間は58.9秒だった。この金管色の食分は非常に大きいため、地球上から見る月と太陽の外周は非常に近かった。月面の円にある凹凸の山のため、普通は、 海域日食の時しか見えないベイリービーズが見え、この日食は地球の大きさと形と月面の外周の山を測定した良い機械だった。多くの科学者は最大食分がある場所に近い観測条件が良いギリシャとトルコで近間日食を観測した。ギリシャでの観測は主に首都アテネの南に位置するサロニダとアナビソスに集中し、トルコでの観測は海を挟んで、 ギリシャのレスボス島の東にあるアイバルクに集中した。ベイリービーズのほか、コロナも普通回帰日食の時しか見えない。この近間日食の食分が1に近いため、コロナが見える予測もあった。しかし、それを見に、レスボス島に行った観測隊は、最後ベイリービーズだけが見え、コロナが見えなかった。 前に発生したこの日食と同様に137番のサロス周期系列に属する1912年4月17日と1930年4月28日の2回の金管回帰日食と1948年5月9日の金管日食も食分がかなり1に近く科学者はフランスのパリ付近アメリカのカリフォルニア州キャンプトンビル付近 日本のレブン島でそれぞれを観測した。ありがとうございます。